糸原武太郎12代糸、原武太郎から1911年3月10日は、日本の地主、実業家、政治家。鉄師糸原家12代、貴族院多額納税者議員。出雲国二多軍八川村大技大屋で、鉄師糸原家11代、糸原権作りの長男として生まれる。1895年、父の死去に伴い家督を継承。 1882年以降、島根県二田郡横田村外、三村湖町、二田郡会議員、所得税調査委員、島根県農会評議員、役も銀行頭取、松江銀行取締役などを務めた。1906年6月27日、貴族院多額納税者議員に任じられ、旧正納膜炎により死去するまで在任した。公益事業にも関心が高く、慈善事業、 公共建築事業などに多額の寄付を行った。家業の製鉄事業は外国産の輸入の拡大によって打撃を受けた。そこで1882年頃より工部省、海軍省に製品の買い上げを働きかけるとともに専門家の派遣を依頼して品質の向上を図った結果、海軍省への納入の拡大を実現した。 似た軍内の農業不振に対応するため有志と似た軍農団会を組織して会長に就任し、農家への啓蒙と技術の向上を図り、島根県から農事試験委員を食託された。また、三成村に地比で農事試験場を設置して、種苗の試験を行い、有料な種苗を選別して農家へ供給した。特に林業の発達に力を尽くした。似た郡の山林は、 両材林が少なかったため、杉、ヒノキの植林を推進した。当初、苗木の作成方法の未熟により腰が多かった。そのため、吉野地方の杉ヒノキの領収を求め、園庭を苗木作成の方法を習得のため、島根県のおじ試験場に派遣し、その成果を施設のおじ試験場で用いて、苗木を作成して供給し、また、希望者には、 作成方法を伝習するなど、造林事業の進行を図った。似た軍は、比較的作業に適しているもかかわらず、振るわなかったため、自ら、滋賀県から寮内を購入して、草園を作り、養蚕を行い、経験を積んだ後に産業の普及に努めた。また、農商務省から招いた技師の講和から、収穫量を高めるには、 三子の優劣が重要と悟り、長野県から有料な三子を導入した。似田軍は牛馬の主産地として知られていたが、廃藩後に指導、奨励する体制が整わず衰退していた。そのため、私有の林野を用いて牧場を開設して民有の牛馬の放牧に開放し、また牛の品種改良に取り組んだ。馬の改良では青森県から種馬を購入し、 内省から種馬の借用したり、群馬の払い下げによって対応しようと図ったが、似た軍内のみの取り組みでは限界があり、島根県に対して種馬所の設置を要望した。さらに、貴族院議員、衆議院議員、農商務省などにも要請を続け、1901年、似た軍八川村の私有牧場に、島根種馬所の設置が実現した。ありがとうございます。